阪のジェイドハートタトゥーで補充しているエストと申します。よろしくお願いします。好きなスタイルとしてはやっぱりニュースクールとかあのトラディショナル系のカラーワークが好きで、まあ、影響を受けたカルチャーとかやっぱりグラフィティとかそういう文化になりますかね。はい、今日は全部ライジニードルさんのものなんですけど、メインは9ラウンドシェーダーでアウトラインは引いてます。細かい部分は、7ラウンドのライナーと、あとカラーは9本と13本のカーブマグナムを使ってしてました。作品の大きさに対してニードルの太さとかも変えたりとか、カラーとかブラック&グレーとか、あとウィップシェーディングなんか使うときは変えたりしてますね。当然マシンとかも変わってくるんですけど、バニタトゥーのヒーローと申します。好きなスタイルはアメリカントラディショナルから日本の和彫りも好きですし、と最近好きなのはブラックワークの作品結構好きです。僕は基本的にあのラインはラウンドのシェーダーばっかりを使ってますね。太いラインが好きなんで、数字引いてたの1個とラウンドの11のラウンドを使ってて、もうライナーじゃなくてシェーダーでラインを引いてて、9か11をいっぱい使ってます。あのラウンドのシェーダーラインは、あとマグナムのカーブついてる感じの11のマグナムは色入れるために、塗りつぶしはだいたい13だけどね、13のマグナムが好きですね。今日ちっちゃかったから11を使ってたけど、だいたい基本的にまあそうだね、シェーダーが15のラウンドのシェーダーはもう色を入れるために、今日は3種類使ってます。そうですね、カートリッジのいいところはやっぱり手軽というか、そんなにマシン何台も出さなくてもいいので、簡単にこう付け替えるだけでいけるとことかはいいかなと。あとなんかプリメイドの昔のそのバー付きのスタンダードニードルと比べても、なんていう精度っていうんですか、なんかは良くなったのかなっていう気はしますね。ライジンさんは最近ちょっと変わったと思うんですよね、ニードルのその種類というか、あのグランドライジンになったと思うんですけど、その前からちょいちょい使わせてもらってて、なんか最初の頃は結構音が出たりとかはあったんですけど、それも最近なんかすごいスムーズになって、なんかすごい使いやすくなったかなっていう。あとあの針の種類ですか、 0.35 とか 0.30 とかそういうのも種類が増えて、まあ、すごく良くなったかなっていう感じは受けます。ライジンはせっかくに刺すかなって、前はちょっといろんなメーカーも使ってたんだけど、たまにニードルがブレたりとか、はい、でライジンはそれ少ないかなと思うんですよね。あとやっぱりインクの押し込み肌に結構押し込めるから、ライジンの今僕使ってるニードルはね、それで結構気に入ってますね。微妙な特徴はカットリッジのチップの部分がマグナムと一緒にカーブついてるんですよね。それがちょっといいなと思いますね。言われないと気づかないけど、多分彫ってる人にはちょっと違いが出ますから、それはねちょっとカーブついてるのがいい かなと思います。結構割に僕オールマイティに使えるんじゃないかなとは思うんで、結構浸透はしてるんじゃないかなとは思います。昔はやっぱりコイルマシン僕も使ってたんだけど、今ペン型かな、良さは便利さですね。使い捨てだし、1個のマシンでいろんなセットすぐできますし、何台も準備しないといけなかったんだけど、今は1個に多くても2個ですね。前は5台とかね使ってたもんね。